ダフは、デュッセルドルフの音楽ユニット。グループ名ドクマ媒有効協会は、東ドイツの独ソ有効協会と西ドイツの過激派、ドイツ赤軍のパロディ。1978年、ジェビレスバーグにてクラシック音楽とジャズを学んだロベルト、ゲアル、独学で音楽の素養を身につけたガビデルガドロペス、クルト・ダールケ、ミハイル・ケムナー、ボルフガング・シュペルマンスで結成。 1979年、クルト・ダールケに代わり、クリス・ハース加入。1981年のイングランドツアーの頃には、中心メンバーであるロベルト・ゲアルと、ガビ・デルガ・ドロペスのユニットとして認知されるようになる。グループのコンセプトが明確になってくるにつれ、商業的にも成功を収める。ダフは、エレクトロニック・ボディ・ミュージック、ノイ・エ・ドイチェベレ・ハウス。 テクノ、ノイエドイチェヘアテのパイオニアと称され、後続のミュージシャンたちのインスピレーションの源となっている。1980年から1982年にかけて小物、悪物、アレスイスト・グートといったアルバムをリリース。絶頂期を迎える。アレスイスト・グートでドイチェ・スカーレスプラチンプレスを受賞。誤って単なるシンセバンドとされることがあるが、ダフは、 パンクバンドである。彼らが導入していた電子音響と荒削りでハードなサウンドプロダクションは後期にはエレクトロニックボディミュージックとして結実していくことになる。歪みのあるベースラインを作り出すためにローランド TV-303 を導入していた最初期のグループであり、後のアシッドハウスの潮流に宣伝をつけた。1979年ファーストアルバムの 録音前にリードシンガーであるガビ・デルガ・ドロペスは一旦バンドを離れた。このため、ファーストアルバムは純粋なインストゥルメンタル作品となった。プロダクトはタイトルのない1、2分程度のトラックを22曲収録。ノイズの入り混じったフリースタイルなインスト作品である。英米のロック、ポップミュージック文脈から意図的に離れ。 1970年代末から1980年代初期のドイツのパンクニューウェーブの幕開けを告げる作品となった。アルバムはキーボード担当のクルト・ダールケのレーベル、ウォーニングから発売。後にアタタックと解消される、このレーベルは初期の家ドイチベレの最重要レーベルとなる。シンセサイザーのエキスパートであるクルト・ダールケがバンドを離れると、 グループは、バージンレコードと契約。イギリスから国際的な成功へと向かうことになる。ダール家の後釜として、クリス・ハースが加入。ロベルト・ゲアルと共にダフの特徴となる、コルグ、MS ・エム・ス・マイナス20を使った、シーケンサー・サウンドを構築していく。新メンバーで、ケバブ・トラウムと、イヒウント・ダイ・ブールクリヒカイトのシングルを発表。ミハイル・ケムナーの脱退により、ロベルト・ゲアル。 ガビデルガドロペス、クリス・ハース、ボルフガング・シュペルマンスの4人組となる。1980年、アルバム、小物、悪物を発表。国際的な注目を浴びる。LP の A 面は、コニー・プランクのスタジオでの録音。B 面は、ロンドンのクラブ、ザ・エレクトリック・ボールルームで、ワイヤーの前座として出演した、サイのライブ録音。ロベルト・ゲアル曰く。 内容的には彼らを凌駕していた。小物、悪物は、ロンドンのダニエル・ミラー参加のミュートレコードから発売され、大成功を収める。小物、悪物は、エレクトロニック・ボディ・ミュージック、ノイ・エ・ドイチェ・ベレの草分けとなったアルバムである。前作、ファーストアルバムの音色を引き継ぎつつも、楽曲は、曲としての定裁を取り始め、シーケンサーの導入により、 リズムに主眼が置かれた構成になっている。ガビ・デルガドのアグレッシブにがなり立てるボーカルから、放たれる歌詞は、ロンギを呼んだ。その後、同じメンバー構成でのツアーを経た後、ロベルト・ゲアルとガビ・デルガド・ロペスは活動のコンセプトの焦点を絞り込むことにし、クリス・ハースとボルフガング・シュペルマンスは、バンドから脱退した。こうして、ダフはよく知られたオンゴンデュオの構成となった。 1981年から1982年にかけてリリースされた一連のアルバム、アレス・イスト・ムーと、アイト、と黄金、フュア・イマーが、商業的にも、作品の質的にもブレークスルーとなる。死者に富んだ歌詞も多く、デア・ムッソリーに、同性愛のエロスを漂わせる、デア・ロイ・バウント・デア・プリンツ、グリーフ・ナ・ハデン・ステルニン、ダイ・ゲッター・シンド・バイス、エインビス・ハン・クリークなどが、代表作。 こうした曲調は彼らのパブリック、イメージとも重なっていった。デア・ムッソリーニという曲名、レザージャケットに身を包んだいで立ち、短く刈り上げた髪型などもあって、ファシズムを連想させると繰り返し非難を浴びた。また、戦前の流行歌や、同様の使い古されたキッチュな言い回しを引用した、時に、ナチの記憶を呼び起こすことも実さない歌詞は、言われなき非難を強めることにもなった。 ダフはメディア上での釈明などするわけもなく、むしろアナーキストのスキンヘッツスタイルからナチスタイルまでの幅広さを皮肉交じりに吹聴し、自分たちは少しばかりファシストの危険な香りに見せられているだけだ、と嘘吹いた。アルバム、フュアイマーのリリース後、ダフは一旦解散。ゲアルト、デルガドロペスはそれぞれナイトフルオブテンション、英語詩によるミストレスなどを ソロアルバムとして発表する。ゲアルは、ナイトフローブテンションで機材を駆使するインストゥルメンタリストの一面に加えて、初めてボーカルを披露するなどしたが、結果出来上がったのは、これといって取り立てるところのない新生ポップのアルバムであった。1981年のユーリズミックスのアルバム、インザガーデンへのゲアルの参加への見返りとして、ユーリズミックスのアニー・レノックスが参加した、このアルバムは、 ミュートレコードから発表された。デルガドロペスはシーケンサーからしばし離れ、ミストレスではファンクやジャズ色を押し出した。著名なスタジオミュージシャンも多数参加した6曲収録のこのアルバムはバージンレコードから発表された。1986年、ダフとしての活動を再開。英語誌でディスコサウンドを取り入れたアルバムファーストステップト o h e は 主にアメリカのマーケットを念頭に制作された。ゲアル、デルガドロペスともに、サウンド構築、ボーカルの両方に参加したが、大いに疑問が残る結果となった。楽曲中、アブソリュートボディーコントロールのみが、往年の革新的な業績に匹敵しうるできだが、批評家とファンは、大きな失望を示した。ダフは、再び分裂し、ガビ・デルガドロペスがダフの名前を引き継いで活動を、 続けた。1987年には、ロベルト・ゲアルに代わって、クラウス・ヤン・クーンを迎え、マキシシングル、ザガンを発表。ドイツ最初期のハウスのレコードと言われている。1988年、バージンレコードから1981年から1982年までの、クラシック・チューンを収録した、ベスト・オブ・ダフを発売。ゲアルとデルガド・ドロペスは、DJ。 ソロアーティストとして、ハウス、テクノの分野で活動したが、かつてのダフほどに字幕を集めることはなかった。ガビ・デルガ・ドロペスはサバコマスサトのユニット、デルカムで活動。リーゾン・ダンジェルーズの1982年のロス・ニー・ニョス・デル・パルケにおけるリミックスなどで仕事ぶりを見ることができる。ロベルト・ゲアルは、1989年に交通事故に愛重症を負う。この 仏教を知り、後に回収することとなる。1993年に、ドイツのディスコ、b レ a ベルから、サイコプロジェクトのリリースを行った。2000年、ロベルト・ゲアルト、ガビ・デル・ガド・ロペスは、本来のダフとして、活動を再開。2003年にシングル、ザ・シェリフと、1980年代初期のサウンドを、彷彿させるアルバム、フンフツーンの家・ダ・フリーデルを発表。 ワールドツアーを行い、日本でも、石の卓球主催のイベント、ワイヤーに出演した。2004年、ベルリンにて、クリス・ハース死去。2005年11月のガビ・デルガド・ロペスの説明によると、ダフとしての活動や、ニューアルバムの予定は考えていないとのこと。バンドとしては、3度目の解散となる。ロベルト・ゲアルがダフの活動用に用意していた、音素材や楽曲は、 解散に伴い、彼のソロアルバム、ダークツールシンフォーニーで使われることとなった。2009年、ロベルト・ゲアルト、ガビ・デルガド・ロペスは、結成30周年ツアーのため、ダフとして活動再開。イギリス、ベルギーでツアーを行っているほか、ミュートレコードから、ベスト版、ダスベステフォン・ダフを発表している。2014年には、再来日、ライブを行っている。以後、 単発的にライブを行っていたが、2020年3月22日、ガビ・デルガドロペスが死去。61歳没。ガビの通夜、葬儀は、ダフのメンバーであったロベルト・ゲアルト、親族のみで取り行われ、ガビ・デルガドロペスの告別式は、近日、取り行われる予定だという、ありがとうございます。